こんばんは。こんばんは。リルレのお時間でございます。はい、やってまいりました。ルル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 なんか何で呼ばれたの俺が。そうなの。去年からですね、エギング日記っていう企画を、うん、はい、我々やらせていただいてるんですけど、はいはい、ミッションをクリアするような企画になっております、うん、引き続きね、2024年、うん、エギング日記やっていこうと思うんですが、まあ、今回ですね、うん、2024年一発目ということで、うん、姫先生抜擢ですおめでとうございます皆さん、ドン。いや、もう書いてます、ミッションの方書いてあるのがですね、はい、しゃくった回数のイカを釣れっていうことなんですけど、うんうん、これどういうことですかいやいやいや、これはですね、うん、まず最初に、うん、何回しゃくるのかっていうのを決めてもらいます、うん、はい、例えばまあ2回しゃくるって決めたら、うん、キャストして、うん、2回しか誘いを入れちゃダメっていう、2回しゃくりって決めたら、うん、2杯のイカを釣らないといけないって。なるほどっすね。そういうことです。1回って決めたら1杯でいいわけですもんね。そういうことです、うん、もうここでちょっと決めましょうね、うん、しゃくる回数は、うん、今回は2回にさせてもらおうかなと。これ、うん、1回回数決めたら変えれませんから、うん、まあ、うん、3も捨てがたかったけど、うん、大丈夫か。今回朗報がございまして、はあ、今回から、うん、ミッションのね、期限を1週間設けさせていただきます。前回1日やったでしょ。うん、そうっすね。ね、1週間期間あるんで。はいはいはい、それはいいでしょう。朗報、うん、いけそうじゃない。いや、1週間あれば、うん、なんかやれそうな気がしてきましたね。そうでしょ、うん、それでは皆さん、うん、やっていきたいと思います。1,2,3 でご賞味ください、うん、1,2,3。決めましたと。まあ2回ね、3回ぐらいなんだけど、3杯釣れるかちょっとね厳しいってことでね、2回にしましたけど、あれ確実ベイトやな。ちょっとあの下イカいるばい。うわ、3回しゃくりて。2回じゃ着底がす、あ、目がかる。着底がすごいね。いいかな。もう日記に書いてあったんですけど、もう一回決めたら変えられないって書いてあったんで、それがね、これのね、嫌なとこっすよね。すごいリュックも来て、いや、もう一回しゃくって3やったな。2にしてしもだな。これちょっとつらいな。いや、3だったわ。これはもらいましたよ。今この冬場で深場をどうしても打ちたいんですよね。で、ここ漁港の湾と漁港がこう合わさってるような場所なんですよね。ここ堤防があって、テトラがその堤防周りについてて、で、そっち右側は湾になってるところで、すごい潮がねバンバン入ってくるような、出たり入ったりするような場所で、で、深さもある程度あるんですよ。この先端だけこのね、やっぱ潮がね通る場所ってこう削られていくんですね。で、そして深くなっていく。よし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 、これはいいぞと。向こう潮が入ってきてますね。で、風はほぼ無風ですね。はい、こんな状況でやっていこうと思います。ここは絶対的に湾の中に捕食で入ってくるイカも必ず通る道だと思うんで、で、テトラ沿いは必ず通ると。通った時に
タップですよね。これ釣れそうよ皆さん。でもあそこに、ほらこの辺、ほらここ塩と塩が、あそこでこうぶつかってゴミがね、こう溜まったり、さそのゴミにプランクトンが溜まったり、そのプランクトンにベイトが溜まってイカも溜まってって感じで釣れてくれたらなと思います。まあね、今日は夜がメインなんですよ。なんでかっていうと、私の夜の方がこう潮位がね、グーンっていくんですよ。夜の方が動く。これからね、干潮に向かっていい潮が行ってくれると予想してます。今ここ満潮潮止まりですね。からグーって、ほら見て、グーって夜がすごいね、夜がね、はい、という潮でございますんで、夜に行きたい。まだまずめ、俺的にはまだ全然まずめ。今動くのは間違ってる。ちょっと触らして、ちょっと疲れた。よいしょ、よしよしよし、よし、これは来たんじゃない、これはイカよ。よし、来た、来たよ。よし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 、ほらね、おった、ほらおった、見た、は、おいおい、お前も吐くんか。ちょっと見て、このタコにね、水を飛ばされたの初めて。タコ、それじゃあね、やっていこうと思います。はい、わ、髪ちょっとしたおばさんじゃん。もうちょっと飛ばしてよかったのね。難しいっすよね、ゆるってやつ。コイカが結構溜まるポイントなんですよ。コイカ溜まるポイント回ってんじゃねえぞと思った方、ちょっとクリアしたい。やっぱね、一人なんか変な感じがする。うん、寂しいね、やっぱね、おしゃべりしたくなっちゃう。人とこんな単独でベラ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 ね、中身のないことばっか言ってね、人と喋りたい。うん、師匠がどうだねって確認作業したい、人とね。はい、ちょっと磯場の方にやってまいりました。やっぱね、磯場ですよ。しっかりね、釣ってきますんで、よろしくお願いしまーす。メイン釣ってこー。あ、なんだこれ。このポイントはね、ムラチェがすごい効くっていうことで、ムラチェのシャローを投げていきたいと思います。このポイントマジでムラチェ釣れる。寒さー、寒さー、もうこげ風なんてさ、2月のさ一番寒かった時にさ、エギングに来てば小雨も降ってですってば。今日まず海岸に近づけたくねえんだ。なぜか塩止まりで塩が来ている。塩が良い。
よいしょよいしょよいしょ。俺やった、やりました。皆さんやりました。しかも内催じゃない、これは内催か。おるやん、来た来た来た、これ内催、これなんや、どこったん。くー、やった、急に来た。まあ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 、ナイスサイズ。あ、はいはいはい、ほらほら、オールじゃないの、2回しゃくりで。いるじゃないの、いるじゃないの。ちょっと、やりました皆さん。いっぱいおった。はい、ちょっとね、お久しぶりのイカちゃんなんで、ちょっと測らせてください。380って言ったところでしょうか。うん、測っていきたいと思います。ゼロですね、これにかけていきましょう。どうなの395。まあ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 、あざます。あざまーす。あといっぱい、あといっぱい、2回しゃくりでお前来てくれた、ありがとうな。あといっぱい、あといっぱい、あといっぱい。はい、こんばんこんばんは。 2days のですね、昨日つったことでね、ちょっとね、次はしっかり釣っていきたいと思いますんで、あと1杯釣れば終わりですから。いいね、潮が鳴ってますね。ギャンギャンなんだから、ここ俺サクッと割れるんじゃない。罰ゲームをさ、返したいじゃん。皆さん罰飽きてるでしょ。それでもやっぱりね、風味に罰を受けてほしいって人はね、いいねボタン押してください。はい、どうも皆さん、お疲れ様でした。当然無理でございました。無念、罰ゲームは受けていきたいと思います。ね、日記に挟んであるんですよ、ご丁寧に。この3枚の中から選んでいきたいと思います。シルバーブー兄さんからお手紙が届いてあります。背景メンバー様、兆候お疲れ様でした。今回のミッションがクリアできなかった原因は分かってますか。原因はただ一つ、集中できていなかったことです。これは無駄な毛、いや気を消せる脱毛シートです。無駄毛を抜くことで雑念は消えます。雑念が消えれば集中力も高まり、おのずと兆候は出てくることでしょう。えいやあ、はい、シルバーの袋をね、なるほど、なんかこんな感じのやつが入っておりますね。一組のワックスシート、これは一組のワックスシートなのかな。手に挟み5秒軽くこするようにして温めます。数秒しっかり鳴らします。パッと剥ぐと1、2、3、4、5。ちょっと急がね、歩くとね、足がねちょっとねつりますよね。これで剥ぐの、あ、なるほど、毛に沿ってこう貼ると、あ、なるほど、でなじませますと、わあ見て透けてる毛が。自分で剥ぐっていうのもね、これね情けない。ではやっていきたいと思います。せーの、ちーちょっとぐー、もうごっそりやん、いっつ、ちょっと待って、ツルツルやん。あらあら、あ、なんてことでしょう。あ、雑念も消えたわ、釣れるかも。
次こそお前絶対釣れよと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークよろしくお願いします。